こちらですね、湯もみの実演の後にお客様による体験コーナーというお時間がございます。こちらは感染症対策のために一時期中止をさせていただいております。大変申し訳ございません。ぜひこの感染症が収束した際には、今一度草津の方に訪れまして、この湯もみの体験をしてみてはいかがでしょうか。それではお姉さんたちは次の準備に入らせていただきます。お願いいたします。ありがとうございます。さて、ただいまお送りいたしました曲は草津節という曲でした。これからご紹介いたします曲は草津湯もみ歌と言いまして、別名横恋節と言います。お囃子に横恋というのが特徴的な曲となっておりまして、草津節よりもしっとりとした曲調となっております。こちらを踊りと湯もみ両方でご覧いただきたいと思います。こちら最後の方ちょっと迫力あるところ見られますので、お見逃しなくお願いいたします。それでは草津湯もみ歌どうぞご覧ください。
Thank you.